オーストラリア肝入りの潜水艦自国建造計画は、未だ一隻も完成していません。それどころか、建造開始すら至っていない。価格高騰と遅延を繰り返す。フランス。今回詳しく見ていきます。日本としては、日本の、そう、旧型潜水艦を選ばなくてよかったと、考えていますが、当時はなんでそっちなのという疑問符もついていました。2016年に、フランス政府系の旧 DCNS 社で、ゲンネーバルグループ社の案を、採用し、現在就役中のコリンズ級を代替するアタック級として計画を進めていたオーストラリアがその岐路に立っている。オーストラリアの新型潜水艦調達プロジェクトは全12隻に約4兆3000億円の巨費を投入して行われる巨大プロジェクトとなっていたが、ここ数年は計画の高騰、遅延から見直しの噂も浮上中だ。これは、ただでさえ高額であった先の12隻の導入時のコスト、約4兆3000億円が、さらに約6兆円へと膨れ上がったことから、オーストラリア内でも批判の声が高まっており、そうした声を反映した意見である。こうした導入費用の高騰に加えて、2021年時点で当初計画よりも約9ヶ月とも言われる期間的な遅延も指摘されているため、マスメディアも含めアタック級潜水艦計画自体への風当たりは強まっている。オーストラリア海軍は現在保有しているコリンズ級潜水艦を1996年から就役させており、最終の6番艦は2003年に運用を開始しているが、当初より静粛性、信頼性ともに難点を抱えた潜水艦だった。コリンズ級潜水艦の設計はスウェーデンのコックムス社によって行われ、同社は複数の通常動力型潜水艦を手掛けてきた企業ではあるものの、コリンズ級の規模に、要は、はるかかに小型艦が多かった。コリンズ級潜水艦は、水中排水量約3350トン、長さ 77.8 メートル、全幅 7.8 メートルほどの大きさであり、通常動力型潜水艦としては、大型だが、日本の双竜型等と比較すれば、幾分小さい。それでもベースとなった潜水艦からは、およそ倍となる排水量の増加となっており、排水量や船体そのものの大型化に伴う各種の不具合が、当初から発生するなど、決して成功したプロジェクトとは言えなかった。通常であれば、このコリンズ級導入の経験を踏まえ、オーストラリアは、次のアタック級潜水艦の計画に生かすのだろうと思われたのだが、はためのそうした考えは当てはまらなかったようだ。というものアタック級潜水艦の選定にあたっては、ドイツの216型、日本の、そう、竜型と通常動力型潜水艦として実績もある艦艇を却下し、フランスのネーバルグループ社の案を採用した。ネーバルグループ社の案は、フランス本国で開発中であったシュフラン級。原子力潜水艦の動力源を、オーストラリアの仕様に合わせて、通常動力化したものだったが、当時は、机上の案にしか過ぎなかった。それでも、オーストラリア海軍が、これを選択した理由は、同国において、深刻な問題となっていた国内の雇用をこのプロジェクトによって同時に
解消するという点にあり、ドイツや日本を退けたのだ。自動車生産を含め、確かにオーストラリア国内の製造業は撤退が相次ぐなど、瀕死の様相を呈していたため、特に日本のように自国内での建造を条件としていたであろう陣営が選択される可能性は低かった。ただし、唯一日本が優位と思われた点は、双流型がアメリカの兵器システムに準拠して建造されている点であり、この点をアメリカ側も強くオーストラリアにプッシュしていたとも言われている。アメリカとしては実績のある日本の潜水艦システムをオーストラリアに導入させることで、兵装を中心とした部分を自国の商売にできる可能性もあり、政治的には推奨していたと考えられている。このため一時期は日本のマスコミでも日本初の防衛装備品の輸出化と取り沙汰されたわけだが、オーストラリアの選択は自国内で建造を約束したフランス湾に決定されたというのが大方の見方だ。現在のところ、このオーストラリア海軍の選択がアタック級潜水艦計画にとって最も問題を生じさせるもとになったわけだが、ここに来てネーバルグループ社が譲歩する姿勢を見せているとも言われる。それはアタック級潜水艦の詳細設計に関する金額についてであり、オーストラリアが当初見込んでいた額のおよそ2400億円の 150% にも相当する3600億円ほどを提示していたという部分に対してである。この金額にまで高騰した理由の一つは、ネーバルグループ社がオーストラリア側で雇用するであろう地元企業の人件費等が想像以上に高額であったことも一因のようで、この点のすり合わせも行うようだ。もちろん契約自体にはそのすべてをキャンセルする場合でも約330億円の違約金を支払えば可能なことが定められており、全体での約6兆円とも言われる莫大な額を考慮すれば、その可能性も否定はできない。外野から眺めている感じでは、この調子では果たして無事に稼働する潜水艦がスケジュール内の期間で仕上がるものかと疑問にもなるが、フランスのこうした動きにも新たな潜水艦の引き合いも報じられている。これが現在まで潜水艦を保有したことのないフィリピンであり、オーストラリアのアタック級とは違い、フランスとスペインとで共同開発を行っているスコルペヌ型潜水艦を検討しているという。このため 100% フランス製とは言えないが、排水量で1000トンから1800トン前後、全長で約60から76メートル、全幅で 6.2 メートルほどの小型の通常動力型潜水艦であり、インドやマレーシアでも採用されている。